こんにちは、シカです。はい、ということで、ご覧の通りね、今外にねいるんですけど、タイトル見てもらったら分かると思うんですけど、韓国にね行くことになって、今ビザを申請しにしてます。はい、今回何のビザで行くかって言ったら B4 ビザ、留学生のビザで行くことに決めました。はい、はい、なのでまあ授業を受けながら動画撮ったり、なんかワーホリの時はねすぐカフェで働いてたんだけど、留学ビザって6ヶ月間働けないので、まあ韓国行ってからのことはねまだあんま詳しく決めてないんですけど、急にね行こうってなって、3月の末ぐらいに急にめっちゃ申請書とか願書とか準備して、残高証明とかもねいろいろ時間かかるから、でもう締め切りがね3月の末だったんですよ。最終日に発送しました。朝早くから麻布十番来て、今からね申請しに行こうと思います。はい、めちゃめちゃ急にまた韓国行くって言って、みんなびっくりしてるかもしれないんですけど、はい、最近 YouTube めちゃめちゃサボってて上げてなかったけど、多分韓国行ったら時間もうちょっと余裕増えるし、やりたいこととか行きたいカフェとかもね、ワーホリの時に全部行けなかったから、そういうところとか行ったりして、なんかはいそういうことができたらいいなって思ってます。午前中までにビザ申請しに行かないといけないから、今早速ね大使館行こうと思います。なんかすごい騒がしいところで急にこんな撮っててごめんなさい。お家で撮りたいんだけどね、家だとね両親が常にいるからなんか聞こえちゃうんですよね、部屋で話してても。だからそれがちょっと嫌でね、外で話してるんだけど、うるさくてごめんね皆さん、ということで行ってきます。はいということで、東京に住んでるんで、しかもビザ申請するのは麻布十番に大使館の、韓国の大使館があります。まっすぐ行ったらすぐ着きます。こんな感じでエレベーターで3階にね行きます。ということでね、ビザをね今申請してきました。無事に、なんか10人ぐらい待ってたんだけど、待ち時間どれくらいかな、30分ぐらい待って、なんか書類とかはもう家で帰ってきてたから、書類とあとパスポートだけ出して、そのビザ出たらなんかサイトで確認できるから、それで確認して、なんか紙渡されたんだけど、その引き換え券みたいなのを持ってからビザ取りに来てくださいねって言われたんで、また取りに来るとき動画撮ろうと思います。はい、神保町に電車で行きました。ずっとこっち側に行きたいコーヒー屋さんあったんだけど、今日ビザ申請したついでにね行ってこようかなって思います。領収書の答えです。ありがとうございます。